続いてこういったコメントです。金田一が水と弁当を用意してみんなの前に置くんだから、どうやって鬼屋敷が睡眠薬を回避するつもりだったかわからん。まず自分で水飲んで促してたし、実行されなかった未遂トリックの方はあやふやでいいでしょうは違うと思う。と、降雪機のトリックは降雪確率 100% の日に日程変更、屋内でマイナス12度の極寒の地、佐久間を現場に置くだけで楽の条件を見ると必然。なるほどね。周りは雪だらけなのにと見ると意外で面白かった。確かにたくさんの雪を降らせるの大変そうで、見られるリスクは大きいと思った。なるほどですね。おっしゃる通りね、まず鬼屋敷が睡眠薬を回避する方法がわからないですよね、まあ、前回までの描写の限りだとね。実際にすり替えるには金田一マリンコンビが朝食用の飲み物をどこかにしまっていた、それを把握しておくことがまず必要かなと。で、佐久間の件は、まあ、積もって水分を含んだ雪をかぶせるよりもふわふわの新雪、あの縁日の綿あめくらいにふわふわの新雪をかぶせるっていう形を鬼屋敷は取りたかったのかなと個人的には解釈しています。そこに自然な雪が積もればどんどんごまかされるでしょうしね。で、あの噴霧器だと仮に容量がまあどれくらいだろう、3リットルぐらいだとして、佐久間ほどの体格の人でも彼女を隠しきるには、10往復くらい必要だったのかもしれないですよね。そしてこういったコメントです。ついに最後で動機の片鱗が垣間見えましたね。ファイル110のラストですね。で、以前テレビにて金田一は他の推理漫画よりも犯人の動機に重点を置いていると知りました。こういう事件はいけないことだけど、犯人にもそうしなければいけない心情や同情の余地があることをトリックよりも大切にしているようです。なのでここから鬼屋敷の動機が明かされることはとても興味深いです。と。なるほどですね。金田一少年の事件簿の初期の頃なんですけど、私個人的にクイズ付きのガイドブックみたいのを読んだことがあるんですよ。その中でね、そのガイドブックの中で当時の原作だったかなり陽三郎先生と佐藤文也先生、このお二人へのインタビューがあったって記憶しているんですけど、その中で先生方は犯人にしてもただ金目当てで事件を起こすようなことはしてほしくないんだと、犯人になる理由を持たせたい、そういったようなニュアンスのお話をしてくださっていたかと思うんですね。ちょっと詳細な文言とかは忘れましたけど。で、このガイドブックね、ちょっと今からAmazonかどこかで再入手できないかなって調査中なんですよね。このチャンネルの視聴者さんの中でその時のガイドブックもしかしたらこれじゃないかな、知ってるよっていう、そういう情報をお持ちの方はお寄せいただければ大変嬉しいです。ということで引き続きファイル111本編の感想いきましょうかね。冬木と佐久間龍門の3名がとりあえず悲劇が起こった時点では互いに面識がなかった可能性があると、それについては説明がつきましたね。3人それぞれ別々の車で会場に向かっていたというのが理由かなと思うんですね。まあでもその後にイベントの授賞式で登壇していたりして、そこで面識ありの状態になってしまってるんですよね。だから今回の飯山でのイベントも冬木佐久間龍門はもしかしたらあの人たちみたいな感じでお互いを見ていたかもしれないですよね。まあしかしね、鬼屋敷が置かれた状況もかわいそうなものだったと思いますよ。鬼屋敷パパにももちろんエミにとっても残念な状況だったと思うんです、思うんですけど、3人にも罪はないんじゃないかと。そうなんですね。個人的な意見としてはそう感じてしまうんですよね。冬木たちの立場からすれば、確かにイベントで急いでいるからっていう理由は、まあ自己中心的と言われれば、まあ反論の余地はないかと思うんですね。ただそれでエミとか鬼屋敷パパの妨害までしたかとなると、ちょっとそれは違うんじゃないかなと。だからね、鬼屋敷の方からあんたたちが病院に連れて行ってくれたらっていう風に批判することはできたかもしれないですよ。だけど3人のうち誰かを罪に問うことができたかとなると、ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですよね。ところでね、その人狼カップ決勝で冬木佐久間龍門は受賞者になるんですけど、もう一人ですよ。純平さんって誰ですかね。この方は、どなた、人狼界の実在の人物の方ですかね。あるいは実在の方をモデルにした漫画オリジナルのキャラなんでしょうか。まあでもね、純平さんっていう方は鬼屋敷の思いには直接関係ないので、ここではこういう人もいたよ程度に捉えておくのがいいんでしょうかね。さあ、金田一シリーズに関する別企画のアップを考えています。最近テレビで放送されたあれです。ということで、ここで再び前回までの動画にいただいたコメントのご紹介をいきたいと思います。
こういったコメントもいただいてましたね。鬼屋敷にとっての大切な人の可能性として恋人、婚約者とか、あとは人狼ゲームの師匠というか憧れている人かなと。そうですね、個人的には恋人や婚約者かなと予想していたんですけど、まあ、実際ね、一人娘っていう結果でしたね。トリックは大方解明というか認めているんで、まあ、以前からなかなか明かされない動機が何なのかっていうのはずっと気になっていたところですよね。そしてこういったコメント。動機は雪、人狼大会、冬の北海道のキーワードと被害者らが冬の外に置き去りという状況から予想。人狼大会に行く途中の雪の道路で鬼屋敷の親族が交通事故にあったが、被害者らが救助せずに人狼大会に行ってしまったのでは。ほう、佐久間がやられるのは少しかわいそう。龍門がクズだな。同じゲームをする仲間なのに険悪すぎて私の人狼ゲームの印象が悪くなってしまいそう。次3周悪みたい。すごいですね、これね。このコメント読んでなるほどとは思いましたね。確かに救助せずの可能性もファイル110の時点ではあり得たかなと思いました。それを受けてのファイル111ですよね、今回公開されたやつ。まあ交通事故ではないですけど、状況的にほぼほぼ近かったですよね、このコメントの方おっしゃってるのが。あとね、ところでね、ここで毎回毎月第2第4水曜日に、まあ金田一37歳の事件簿もね、その前の金田一少年の事件簿サーティスからもそうですけど、第2第4水曜日に更新されてきたんですけど、3週明けてきたのは何だったんでしょうね。動機をじっくり予想してみよう的なメッセージだったのか、あるいは2023年の年末とか次の金田一37歳の事件簿の事件に関わるスケジュール調整的なものだったんでしょうかね。ちょっとですね、こちら11月29日の正午過ぎの時点で、コミックデイズ見たところ、ファイル111が無料公開になる日が2024年の1月10日水曜日っていう予定だったんですね。で、コミックデイズで、前回のストーリーが無料公開される日っていうのが、ほぼイコールでその日の0時に、次の最新話がね、コミックデイズで公開される日と、まあ、これまでは一致してきたんですよね。なので、11月29日の時点でファイル111が公開されましたと。それで、ファイル112が公開されるのがいつかなって見てみたとき、コミックデイズでファイル111が無料になる1月10日。その時に、マガポケでもファイル112、だから新章開幕がスタートするんじゃないかなと。つまり、12月丸ごと1ヶ月空いちゃうんじゃないかなっていうのは予想してるんですよね。ちょっと毎週水曜日にこまめにマガポケコミックデイズチェックしてみますけど、多分何もなければ年明けに新章開幕っていうことなんだと思います。ちょっと違ってたらごめんなさい。その場合は随時アップデートしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆さん毎回貴重なコメントありがとうございました。さてと、今回の人狼ゲームの事件ですね、まあ、話数としては意外にも驚愕の全15話だったんですね。こちらね、原作でかなり長かったねってファンの間で評判だった精錬島、ドラマ化もされた精錬島の話数と同じなんですね。だからその話数の長さを生かしてもう少しいろんなところに触れてほしかったかなと思いました。今回でついに人狼ゲームの事件が完結となったことが明かされたんですけどね、まあ、次回から新シリーズでも、それにしてはちょっと物足りなさを感じるのが正直なところなんですよね。例えば人狼ゲームの知略とオリンポス十二神の戦い、戦略、知恵の神アテナを結びつける展開がちょっとなかったかなと。だからアテナをイメージするキャラクターは今後別で登場する、鬼屋敷じゃなかったんだよっていうことでしょうか。あとはね、序盤で峰行がハギリに話しかけましたよね。ですけどハギリがそっけない態度をとってあっち行ってしまった。それに対するなんか理由の回収みたいのがちょっと見当たりませんでしたよね。あとは騒がしいキャラで冒頭から印象付けていたはずの池上凛、彼女の登場シーン自体がちょっと少なめだったかなと思いますね。そして4年前の北海道の人狼カップの決勝の回想シーンに日高、見当たりませんでしたね。だから日高はこの大会に出場していなかった。冬木と面識があるっていうのは本当に仕事の場で、その4年前の人狼カップでは冬木と日高は少なくとも会っていなかったんじゃないかと。あるいは日高出場はしていたけれど、例の純平さんに賞を持っていかれたんではないかと、いろんな可能性考えてしまいますよね。ちょっといろいろ未回収だったかなと、まあ細かいエピソードではあるんですけどね。だからあくまで今回の人狼ゲームの事件っていうのは、約1年ぶりに金田一37歳の事件簿の連載が再開されたから、その復讐的な形で発せられた事件だとか、あるいは金田一37歳の事件簿の事件でのみゆきちゃんの登場、これは読者へのサービスですよだとか、そんな風に捉えるのがいいのかなと個人的に感じています。
さあそんな感じでいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの金田一37歳の事件簿最新話をお読みになった感想もコメント欄でぜひ教えていただけると嬉しいです。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。